オードリー若林は帰宅直後靴下を壁に投げストレスを発散している。若林は高校生の時、前の席の春日が邪魔で黒板が見えず腹が立ち、バレないように春日の髪を少しずつ切った。どんなことがあっても死なないと自信げに答えた春日に腹が立った若林は、バイト帰りの春日を待ち伏せして車で引いた。美術の授業で完成間際の春日の絵を破ってもいいと聞くと、やれるもんならなと言われたため、若林は躊躇せず破った。仕事ができないくせにブラックコーヒーを飲む春日に腹が立った若林は、コーヒーを口につけた瞬間に取り上げて水を渡した。